どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は中央の先を押さえて有利にトラストのエリアを後付け解説となります。今回は視聴者から要望のあったガチエリアについて後付け解説をしていきたいと思います。前回の後付け解説と同様にガチエリアをする上で事前の意識やプレイ中の思考をまとめたいと思います。エリアは何かと塗りとキルのバランスが難しいルールだなぁと思いますし、やることが多いルールだと思います。この動画を通して少しでも参考になると嬉しいなというところです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはガチエリアで意識していることから話していきたいと思います。主に2つほどあります。1つ目はエリアの前を取る意識です。エリアに関しては塗り合いをする時間が長くなりがちで、インク切れの原因となります。また塗りばかりしていると攻撃をすることがなくなり、敵への圧が減ってしまうということが起きます。こうなると弓の圧力というものがとても弱くなります。そのためなるべくキルを取ってエリアの前自体を抑える動きをすることにより、塗り自体を減らそうという考えになります。敵がいなければわざわざ塗る必要はありませんからね。前に出て抑え込む時間を長くすることを大事にしてます。2つ目はスペシャルの回転です。スペシャルに関しては相手の塗りを邪魔したり、自分のインク回復に役立ててます。まずエリアに関しては、エリア周りにいる敵を倒すか引かせることで関与をさせないことが重要になります。味方も敵を倒すことを中心に動きますので、エリア周りにいる敵に圧を与えるのは味方の行動を楽にさせれることにつながります。また編成によっては塗りを続けないといけない場面も多くあります。そうなるとインク枯渇というものが発生しまくって行動負荷になるんですよね。この時間を少しでも減らすためにスペシャルをうまく回してインクの枯渇を抑えつつ敵の邪魔をすることを意識するというところになります。敵からするとなかなかエリアが取りない上に邪魔もされるので厄介な感じになると予想しています。ではガチエリア全体で意識していることをお伝えできたかなと思いますので、後付け解説をしていきたいと思います。初動はスペシャルを貯めることから始めます。中央を取るための邪魔として使用するためです。右側を確保したかったので、右高からメガホンを打って様子にしてます。中央高台にいないことが分かったのですぐに取り行きます。視界の確保と味方サポートのためです。クワッドは厄介なのでポイズンで嫌がらせなどをしています。ここはバルーン付近に行くのが良かったですね。右側をキープすればカウントは進まないので、圧を与えつつ高台にも牽制をしています。スペシャルを高台と反対側の複数にターゲットを絞って交代を狙っています。高台から敵の侵入口を押さえに行きます。味方がかなり前にいたので詰めても良かったですね。カニタンクが見えたので置き打ちしながら下がります。中央を取られないように頑張ります。クワッドが来たので味方のカバーをします。人数フリーを防ぐためです。ダイナモは事故りやすい武器の一つなのでとにかく引きます。
高台でも油断しないように気をつけています。ここから高台と左側の両方を維持します。左からの侵入が多かったためです。中央を取られていたので、打開するためにスペシャルを貯めます。中央に固まりやすい相手編成なので、右高から中央に対して圧を与えます。自陣塗りしてもタイムロスになるので中央を取り行きます。攻撃時間を伸ばすためです。スペシャルを貯める足場ないので、ポジ取りを優先しています。地味な塗りをしながら、スペもじっくり貯めていきます。カニタンクを自由にさせないため、全力で潰していきます。という感じで、後付け解説は以上となります。この試合をする上で気をつけていたこと、意識していたことはポジションの確保となります。このマップ自体は広いこともありますが、エリア自体が有利ポジションの確保を続けないと攻撃が続けれないためです。守り自体はそこまで強い武器ではないので、ずっと敵を押し込めるために有利なポジションを素早く取りに行くということを考えていました。無理に中央を取ったりキープを狙っていたのはそのためになりますね。そのおかげもあって味方が飛んできたのはありがたかったです。有利ポジション自体をキープできる力をつける必要はあるので、対面負ける可能性があっても頑張った部分となります。なので後半は詰めてくる相手に対して攻撃を当てれる機会が増えていたと思います。やはりポジションはかなり重要かなと思いますね。もっと改善するなら敵陣の左高まで取りに行けると良かったなと思います。中央から攻撃できる場所は限られていますが、左高はより圧をかけれる場所がありますので、この辺りはちょっと攻めてよかったなぁと思いますね。まあ、タイミングを見てさらに詰めていくのはありかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。中央の先を押さえて有利にトラストのエリアを後付け解説はいかがでしたでしょうか。ガチエリアはインク管理が他のルールに比べてかなり大変なように感じます。そのため攻めとポジションは大事ですよね。ですが前に出れるかは自分の処理能力を試される部分でもありますので、積極的に頑張りたいところです。ということでご視聴ありがとうございました。
チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。